今日はね、ほうぼう。あ、綺麗。また歩いてんねんで、これで。これで歩いてんねん、足。はい、でもこれで歩いて、これが触覚みたいになってるじゃないか。で、これをたあの活業で配達しとったらや、はい、後ろのタンクから、ほうぼう。本当ですか？本当って。え、初め俺何かと思ったよ、初め。ああ、何者になってんだろうと思ってて、ああ、って言って言うねん、めっちゃ。ああ、って。よう聞いたら、ほう、ぼうって言ってんねん。本当ですか？本当って。マジですか？うん。で、あ、だからほうぼうなんやと思って。本当ですか？すげえなものだかなって。本当に？本当、本当。本当です。俺はもうボーって聞こえる。他の人が聞いたら多分ボー、ボーかわからない。ボーを知らない人は他の聞こえ方がそうですか、うん、俺はもうボーボーっていう名前知ってるからボー、ボーに聞こえたけど、でも本当にね、めっちゃ響く音で鳴く。ボー、ボーって。で、この魚も、まあ、一回思うねんけど、なんかいつも卵持ってだいたいですか、こっちと一緒で、だいたいなんかいつも卵持ってんねやんか、なんか卵持ってない個体に当たる方が珍しいで、特に大きくなればなるほど。で、この浮き袋が可愛いだね。浮き袋がイカみたいな形してるよ。可愛い。はい、はい、いくよ。はい、だいぶね。あの、これはたまに釣ってる人なんだけど、やっぱね、目と目の間のちょっと下をちょっと下を立つ感じにしてあげた方がいい。こんな感じで、脳みそってそんな深くないから、もう、はいはい、ほんと、もうそこにあるから、もうちょこっとつけばいい感じよ、ちょこっと。それで、キュッてすればいいから。うん。ピックがクッてついて、ぐるって回す。深くガバーンって刺して回すよりも、低く、大きく回した方がいい。はい、はい、うん。で、これめっちゃ美味しい魚やから、美味しくなるのよ、この魚は。うん。うん。だからちゃんと育ててあげれば、すごい美味しい魚になる。それでもやっぱり育てるにはね、人間の手をかけないかいの。だからこう寝かして、ね、寝かしてあげて、あのシート取り替えてあげて、やっぱり7日とか寝かして、で、あの旨味を上げてあげて、で、その熟成を完成させると。まずこれね、あの、公認試験僕行ったら、ここ、まず、あの、酒包丁で、はい、背骨の下ね、ここに腎臓と動脈があるから、まずここを切断する。ね、ここ。で、かかとで叩いて、ね、尻尾を切んねんけど、これ、まあ、ここから説明したとしたら、まあ、こうした時に、見えない、ね、綺麗に、お料とかやったら販売できるから、このまま。はい、はい、はい。何もしてないよ、みたいな感じ。うんうん、で、まあ、極力切り口は少なくっていうのが基本。はい。増えてるんですね。で、今から神経を解くねんけど、この神経の木の意味っていうのを、皆さん、理解してないから、まあ、公認試験で出してるんですけどね。はい。結局この神経っていうのはまず脳を殺すやんか、脳を殺した時点で、まあ、これが生きるとしてよ、はい、脳を刺した時点でまず脳は死んでしまうんだよね。でも体は生きてる、でも体は生きてるから体は動こうとするんだから、うん、うん、痙攣したりその時にこの体のエネルギーっていうのがなくなってしまうんだよ。使ってしまう、使ってしまう。だからこのエネルギーがなくなってしまったら、今度は今までは良かったよ、その日次の日食べてたから。でも、はいはい、このエネルギーっていうのが後々寝かしてて関係してくるんです。エネルギーのたっぷりある魚っていうのは美味しくなってくるから、はいはい、旨味の上がるその上がり方が言うたら頂点がちょっと上になるわけ。普通のところよりも頂点が上になるね。でもこれがあのエネルギーが少ないところって頂点が低いのよ、うんうん、だからなんぼ頑張ってもその頂点を超えることはできへんから、はいはい、うん、だから息のいいうちに殺してしまう。だからホウボウとかなんかこんなちっちゃい魚なんか今の釣り道具なんかやったら絶対すぐ上がってくるから、はい、もうすぐ締めてもいいぐらい、うんうん、まあ、例えばこういう魚って釣れ、まあ、そんなその辺で釣れへんからや、はい、船で釣ると思うねんけど、釣れたら、まあ、いけずに入れとってもいいねんけど、死ぬようなやつだもん必ず詰めた方がいい。で、まあ、これを見て、まあ、これは大丈夫やけど、この辺がもう赤くなってくるわ。ね、ヒレが。はい、はい。何でもそうよ。何でもそうだけど、ヒレが赤くなってきた魚は危険信号。エネルギーのない危険信号だから。で、まあ、これなんか死んでるから、このやる意味がないって、神経の人もね。で、まあ、
これも一応もう腐るもんと考えて抜いとった方がいいよっていうのが俺の意見。あと、あの穴が2つあるから、どっちみちこっちの穴とこっちの穴、こっちの穴で血抜くねんから、こっち出てもいいやんって感じで。時間もそんな感じ。そうそう。ね、まあ、そうじゃね。この時抜けへんかったらええから、全部。で、ここ。で、この動脈ね、動脈。ここはだからもう、あの、ここがもうある程度カチカチになったら OK で、ここの引き抜きして、ここ腹側やんか、うん、ね、うん、で腹側のちょうどこのこの辺ぐらいまでしかパンパンになれへんねん、はいはいはい、でどっちかって言ったら、あの動脈の血をきれいにしてるって考えてる、うんうん、本当の血抜きはフォースをつくまでできるんや、はいはい、でこれでするよりもこっちでした方がこの辺の力は強いから後ろの部分、うん、後ろの部分の方がだ、うん、からやった方がいいかなっていうのは、はい、これと中腹の刺激なんだけど、ね、まずさっきね、腎臓と血管があるの、腎臓がこう2つ、骨があって腎臓がこう2つ、はいはい、骨があって腎臓があって血管が入ってるんだけど、それに当てるからフォースを当てるから、で、この腎臓から、この腎臓っていうのが血合い肉のことね、はい、血合いのことね、腹の中のこの腹のところにある血合いね、まず見てるけど、それを通して全方向にこう心臓からじゃなくてそこに直接水を当てて全方向に、だからその水を行き渡らして、例えばこの皮目に通ってるその血管とか血合いとかに、はい、この皮目の血合いとか白身の赤いところ、あっこの臭みを取る、血を取る、血を取るから臭み取れる、それが臭み、だから皮と身の間の油が臭いって昔は都市伝説やった、はいはい、じゃなくてそこの血合いが臭かった、それを今まで分からへんかったから、みんな洗いとかするときは水でそれを流しとったの、それは油を流してるんじゃなくて見えない血を流してる、そういうこと、なるほど、うん、だからそこを取ってあげる、はい、見た目の究極の血抜きであって、でこれをパンパン膨らんでね、食べてみ、ほらほらほら、もういっぱい卵出てきますね、こういうこと、はい、まあでこの辺はもうある程度前の動画見てもこの辺はもう説明なし、だいたい今のところが重要だから、ここまで切るんやけど、縫合の場合も薄いから、縫合とかこっちとかこの辺薄いから、もう、はい、なんかここまで行っても全然構わないし、これほら絶対こうやって卵持ってる、必ず持ってるんだよ、いつも思うんだよ、なんでこの魚卵持ってるんやろ、年がら年中、それこそアジよ、アジ、はい、正月にアジングの矢部さんっていうそのパイオニアがおんねんけど、はい、アジ釣りのな、このアジのルアーズのパイオニアがおんねんけど、それ、はい、一緒に行った時に、はい、やっぱその話を聞かせてもらったんで、なんでアジって、その、言うたら、ここのところ、地域のアジは卵を持ってないけど、ここは持ってて、とか、常に卵を持ってるとか、それイカみたいな。イカみたい。卵ボロボロなんですもんね。まあ、産んでしまってるけどね、もうね。イカみたいな、モンゴイカみたいな、ミニチュアマンこれが血合いな、これが血合い、だからここから細部に渡って水を流し込んでる、はい、ね、まあ、ほんで、まあ、その矢部さんの話に戻るけど、うん、なんでなんですかねって、やっぱああいう魚って言ったら餌になる魚なわけやんか、ある程度、はいはい、うん、まあ、食物連鎖の下の方やからな、はい、だから常に子孫をたくさん増やさないかん、はい、イワシとか、うんうん、だから卵を持つらしいよっていう話、まあ、俺はそんなの目で見てわからないけど、でもなんで俺常に卵持ってんだろうかね、だからこっちはこっちとこいつもなんで卵持ってんだろうかねってことだ、はい、これ完成やねんけどな、完成やねんけど、まあ、こういうところについてるやつは、まあ、普通の人はね、
なんかこれゴシゴシやれば取れるんや。でも俺だって時間かかるやんか、こんなの一回一回してたら。はい。だからもうこれで、このリムーバーで、これで取る。ほら。これで取ってしまう。で、出来上がる。で、これ立てかけ。で、はい、あの、ミニ水が入ってるって言ってるけど、これミニ水じゃなくて、あの、血管水。うん。うん、で、こうやって立てかけをすることで出るから、心配やったら、ああ、2、30分立てといてあげて。はい。あげる、ほら。ここ、そろ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 出てるやんか。まあ、これ、ここについてる水滴かもわからんけど、こうやって出るから、水がずっと、うんうんうん。で、出してあげると。で、まあ、この子やったら7日間は寝かしていいやろね。卵持ってるからダメとかじゃなくて、こういう声方してるやつは美味しくなるから。はい、はい。油があるなしとかじゃなくて。そう。だからその辺はやっぱね、もう経験で見極めていくしかないのよ。もう食べるしかないのよ。自分で食べていくしかない。そう。だから自分が見た魚、例えば釣った魚で、これかっこいいなって思うやつ。はい、はい。ガリガリ見ると多分かっこいいと思わへん。かっこいいなって思えたら絶対顔がちっちゃい。そういう、だから例えばこの、ほぼって顔が大きい魚やけど、その中でも顔がちっちゃく見えるやつって必ず美味しい、うん、そういうやつはもう重点的に美味しくさせてあげるのを面白いです、はい、ということで、はい、神奈川県の